はい、ペンタフットサルクラブ、キャプテンの中井英生と申します。今年のチームの雰囲気はそうですね、まあチーム、まあ関西を目指して作られたチームで、まあ今年なんとか上がることができて、で、まあ初チャレンジということで、まあ関西流経験者っていうのはいないんですけど、まあその分フレッシュな気持ちでチャレンジャーっていう気持ちを持ってやっていきたいなと、地域チャンピオンズリーグ出場を目指して頑張っていきたいなと思います。まあ、今年、キャプテンを任されて、まあ、至らないところも多いと思うんですけれども、まあ、まとめるというよりかは個人個人がしっかり意思を持って、発言できるようなチームにしていきたいなというふうに思っていて、また明るい雰囲気で、楽しくやっていきたいなと思っています。まあ、ペンタは本当に、まあ、スクールであったりいろんなところで、まあ、スポーツの進行であったりそういったところで、応援してくださる方っていうのは非常に多いと思うので、まあ、そういったところを生かして、いろんな方に応援していただいてそれを胸に抱いて、まあ、本当にチーム一丸となって勝つことが恩返しかなというふうに思っているので、しっかり練習して頑張っていきたいと思っています。個人的なアピールですか、はい、そうですね、まあこの顎で、はい、まあ、しゃくれてるキャラっていうのがまあ2人ほどいるんで、まあ、そういったところでしゃくれてるのを生かしてちょっとよくわかんないですね、頑張りたいと、まあ、個人的には、まあ、ディフェンスっていうのが持ち味だと思ってるので、まあ、粘り強くディフェンスして、まあ、また点にまた絡んでいけたらなと思っています、はい。